今日はですね。本能寺の変の諸説を考えるということで、副題で明智光秀に黒幕はいたのか、というような形でお話をさせていただきたいと思います。で、あの概要というところに書いてますけども、光秀の前半生というのは不明な点が実に多いということがまあ言えます。 それで光秀がこれ、市場提示と間違ってますけど、すいません、歴史上の市場ということですね、市場じゃなくて、歴史上の市場なんですけども、登場するのがおおむね永禄11年頃だと、それまでの動向というのは、もうほぼ二次資料などにしか出てこないので、わからないということです。二次資料というのは後世になった資料でありますから、若干信頼度が落ちるというふうな意味なんですね。 で明らかになってくるのは A61 年、これちょうど織田信長と共に上洛してきた年なんですけども、そこから本能寺の変でなくなる天正10年、もうほぼ晩年の十数年ぐらいしかわからないというのが実情なんです。それで日本史上最大のミステリーと言われているのが天正10年6月2日未明に勃発した本能寺の変であるということですね。光秀は 信長がわずかな手勢でもって本能寺に泊まっていた隙を突いて、えー、吸収いたしましてその結果信長は自害と、えー、信長を追った光秀もそのわずか11日後に秀吉が率いる軍勢と山崎の戦いで戦って負けてその挙句の果てはです、ね、土民に逃亡中に殺害されるという、まあ、悲惨な最後を送ったわけなんですね。 まあところがあの驚くことに光秀がなぜ信長を討ったのかという理由はですねあのそんなに詳しく分かってませんでしてそれで今日申し上げる話というのもういくつかえこういうふうな説があるよっていうふうなものをいくつか重要なものを紹介するんですけどもえまあどれもこれもですねまあやっぱり非常に疑問がたくさんあってですねえどれが正しいっていうのはちょっとこう確定しがたいとでなおかつですね じゃあ本当に光秀は何で信長だったのかわからないんですかって聞かれても大変申し訳ないんですがやっぱりわからないというのがまあ結論になってくるのかなと思います古くから「怨恨説」「野望説」ですね怨恨というのは皆さんがテレビでご覧になるような光秀が信長にですねいじめ抜かれてですね、まあ、恨みを抱いて殺したとで野望というのは光秀自身がいや実は天下に志があったんだと でそのためには信長を殺さないといけないということで殺してしまったと、まあ、そういうふうな意味なんですね。まあ、ところがまあこの辺の古典的な説というのはだんだんちょっとあの厳しくなってきましてその後朝廷黒幕説あるいは室町幕府黒幕説というのがまあ出てくるわけなんですけれども今日はそういうふうなものが成立するのかというふうなことをですねいろいろ考えてみたいと思います。 それで、あのーまあ、な何と申しますか、まあ、こうしたあの黒幕説というのも、ですね当時はそれなりにかなり考え抜かれて提唱されたものなんですけれども、最近になって、ここ2、30年ぐらい、いろいろ検討をされてくると、いや、ちょっと厳しいんじゃないか、まあ、そういうふうなのがまあ実際なんですけれども、いろいろ考えていきたいと思います。それででででいいかかががしししょう、ね、このの辺で最初の方で何ごご質問がもしございましたら お伺いしたいんですけども一番最初に登場したのは円婚節なんですか順番から言うと円婚節と野望節というのはそうですねあのそもそももう遡れば大体いい近世ぐらいまで遡るんですね江戸時代江戸時代ですね江戸時代というかもう光秀が亡くなった直後ぐらいからですねあの「の時は今雨が下しる皐月かな」っていう ホックありますねアタゴ百院のであれが実は天下を取るんだというふうな意味になりますからもうすでに光秀が撃たれた直後からですねいや本当は野望があったんだというふうなことはもう盛んに言われていたということは分かってます黒幕説というのはもうここに三3 0年ぐらいの話ですねはいじゃ黒幕説というのは 30年前というと、年ぐらいですそうですね、90年前後ぐらいからですかね、それぐらいからの徐々に出てくるっていうふうなことなんですけども、後で申し上げようかなと思ったんですけども、例えばあの黒幕、朝廷が黒幕だというのは、あのやっぱりあの、まあ、戦後の、まあ、天皇の研究に対する影響なんかもあるのかなと思うわけなんですね。うん 要するに天皇というのは克服されるべき存在だったんだというふうな考えですね、そういうふうなものがまあ長らくあったものですから、まあ、ですからまあ信長のような非常に革新的な人間だったら、もうあの時代にすでにそういうふうなことを先取りするようなことをやってたんじゃないかというふうな考えなんかも、その何て言いますかね、停留にあったのかなというふうな気もしてます。 で特にあの戦前、信長というのはです、ねまあ、大変な勤労家だったとっいうふうに言われているんですけれども、結局戦後になって、さっきの天皇の話じゃないですけれども、まあ、徐々にやっぱりあの信長というのは、えー、実はまあ天皇を克服するような、まあ、それぐらい革新的な人間だったんじゃないかというようなことが急に言われてきたわけでして、まあ、ですからそういうふうな影響があるのかなと思いますね。はい、とそうしましまたらあの 資料見えますかねあの八上城の攻防の記録っていうのが出てくるんですけどもえこれがあのまあ皆さん兵庫県お住まいですから一番何て言いますかあの土地勘もあって分かりやすいかもしれないんですが八上城の攻防というのがですねこれが天正7年6月に集結するんですけどもここに「あの進捗後期」という資料をちょっと挙げております。 それでこれを見てみますと、もうこれ、天正七年に入ってからですが、えー、光秀が八神城を攻めまして、これ、圧倒的な、まあ、勝利といいますか、収、あのー、めるわけなんです。八神城の周囲に堀を掘って、ですね平野柵を育汁にもつけまして、攻めると。そうすると、八神城の将兵たちというのはもう餓死いたしまして、最初は草の草木の葉を食べていたんですけども、 後にキ馬バを食べて、それでもうやけくそになって、ですね城の外へ出ていったら、打ち取られると、まあ、そういうふうな状況だったんですけども、まあ、結局、秦野秀治は三兄弟というのは、まあ、長楽で召し取られるわけなんですね。それで6月4日に、この3人が安土へ連れて行かれまして、張り付けになって、これでまあおしまいと。 まあですからあの、こちらにも書いています通り、この八神城の攻防というのは、もう圧倒的な光秀の勝利だったわけなんです。ちょっとここには資料を挙げてませんけれども、何て言いますか、もう敵がですね、もう本当にあの人間のような顔をしてないと、まっそぐな顔をしてですね、とても人間のような顔をしてないとかですね、あるいは光秀が残酷にも敵を討ち取ったら、その討ち取った分だけ恩賞をやるっていう風な資料も残ってますから。 まあですから圧倒的な勝利だったんですけども、えー、その隣に創建記という資料が出てるんですが、この辺りからですね、ちょっとこうねじ曲がって、えー、歴史が伝わっているわけなんですね。でこの創建記という資料は、別名、織田軍記とも申しまして、だいぶ近世になって、だいぶ後にできたものなんですけども、えー、率直に申しますと、歴史資料としての価値はもうほぼゼロに等しいものなんです。 でまあ、ちょっとこれたくさんだっと書いてますけれども、これ、簡単にですね私の方で要約して、えー、申しますと、光秀が丹波攻略に着手するんですが、これがあの天正4年だったと思いますけれども、今、約結局3年ぐらいかかるんです。で結局ですね、いまだにーンがならなくて、しかも秀吉に遅れを取ったと。でいつ八神城が落ちるんだということで、えー、光秀はもうみんなから、ですねもう嘲笑されたわけなんですね。 その上ですね、信長あたりもですね大変あの機嫌が悪いといつ落ちるのかと、それで光秀はもう身体が極まりまして、どうしようかということで考えましたら、敵方のですね荒木山城などというふうなものを頼りまして、それでなおかつ愛宕山ある大善院という人を中任ですね、まあ、要するにあの仲介者になってもらって、和睦を結ぼうとしたんです。その主な 条件というのがですね信長というのは丹波征伐旗の征伐についてはもう全く遺恨がないんだと天下一統の功を立てて万民太平の世が来ることを願っているんだとで今からでも旗の3兄弟が信長の配下に属したら丹波一国を安堵しますというふうなことを言ったっていうんですね、まあ、ところがあのここまでの話を要約しますと やっぱりこの話はおかしいわけですというのも、光秀というのは確かに3年討伐にはかかるんですけども、その間、大阪本願寺、昔、石山本願寺と言ってましたが、その攻撃に動員されたりとかして、ですね必ずしも本腰を入れてずっと丹波攻略をしていたわけじゃないんですね。まあ、ですから、3年間かかったと言いますけども、実際はこの天正七年に入ってから本格的に攻撃が始まったと見るべきなんです。 でおまけにですね、何か光秀は苦戦してるかのような書きっぷりなんですが、まあ、実際はさっき申しました通りり、圧倒的な、まあ、勝利を収めているわけなんですね。まあ、ですから、この時点で、すでにおかしいわけなんですそれで、官馬一国を安堵するというふうに、旗の野に行ったわけなんですけども、まあ、これはあの信長の意向でもあるということで、生死、まあ、いわゆる起請も交わして、ですね、まあ、和睦をしようとしたわけなんですけども、 の旗の秀春でですこれ疑ったわけなんですねそれで、えー、光秀はまた困ってしまいましてどうしようと。で疑いを晴らすためにちょっと線引いてますが光秀のお母さんを人質として、えー、秀治に渡したと。まあこれでもってですね秀治は信長の配下に属しまして、えー、家が続くというふうなことになったわけです。 それで、えー、光秀のお母さんをお旗の氏のいる城の方に送り込んだということなんですね。で一応ですね、まあ、それで和睦をなったわけなんですけども秀、まあ、治三兄弟というのはその後八神城を出まして、えー、光秀の元に行くわけなんです。まあ、ところがあの光秀と和睦の約束を交わしたわけなんですけども光秀はですね、えー、それを素直に履行しないわけなんです。 どういうことかと申しましたら兵を隠し置いてこの3兄弟を宴会に誘ったふりをして全員捕らえる、まあ、そういうふうなことをするわけなんですねそれでまあ結局ですね秀治ら三兄弟それから従っていた者たちを全員捕まえまして安土へ送り込んだと、まあ、ところがあの日刃の3兄弟のまあ長男になります秀治というのは怪我をしまして安土へ行く途中で死んだと。 で残りの者たちは安土でみんな貼り付けがされたわけなんです。それで、えー、起こりまして、えー、それで結局、旗の市の丹波の家臣たちが起こりまして、線引っ張ってますが、えー、光秀人質の老婆を貼り付けにかけて、まあ、殺害してしまったということがですね、書かれているわけなんですね。それで、えーまあ、結局、あのー、これはですね、 この資料を読む限りでは、えー、一番まあはっきりしていることというのは、あの別にあの何て言いますか、信長がまあ恨まれるようなことではなくって、光秀が自分で考えてやったことなんですね、お母さんを必死に送るというのは。まあ、ですから、何て言いますか、あのこれでもって、えー、光秀が何か信長を恨むというのはです、ね、まあ、なんかちょっとこう筋違いな感じもするんですね。 まあただまあ、強いて言うならば、やっぱり光秀というのは信長からいろいろ言われていて、不安だったからやったということになってるんですが、繰り返しになりますけども、圧倒的有利に光秀は戦いを進めていたわけですから、やっぱりここに書かれている資料というのは、書かれている内容というのはおかしいということがあの言えるわけなんです。 まあですから、実際にあのお母さんが人質に送られたかというのも、これもですねえ記録ではもう明らかになっておりません。ですから、ここに書かれている話というのは、今となってはもう全くの嘘であるというふうに言われております。まあ、ですから、現地に行きます、八上城に行きますと、光秀の母を、なんて言いますか、貼り付けにした松というのがありますけれども、あ,あれもおそらく後世になって、どなたかがお作りになったものなんだろうなと。 もう少しですね、続けて、えー、光秀が信長を恨むようになったことをです、ね、示す資料なんですけども、これはの祖父物語ですね、まあ、別名、朝日物語とも呼ばれているものなんですけども、こちらの方をですね、えー、ちょっと見ていきたいんですけども、これはですね、あの天正10年3月に、 まあ、織田信忠の率いる軍勢が甲斐武田氏勝頼をです、ねまあ、滅亡に追い込んだ時のです、ね、資料になるわけなんですけども、えー、実は信長という人が軍勢を引き連れまして、えー、諏訪軍のあ,、まあ、ある寺に行ったというふうなことを示す記録なんですねそれで、えー、この諏訪軍、まあ、いずれの寺にかって書いてますけどもちょっとどの寺なのかよく分かってませんそれで、えー、その席でですね 明智光秀が次のように言ったったていうんですね大変ですね、えーまあ、めでたいことがあったと、まあ、これはあの、えー、武田氏を打ったことなんですけども、えー、それは私がここ数年ずっと骨を折ったからであるというふうなことをですね、えー、言ったわけなんですね。 で実はあの光秀というのは別にあのこの高田市征伐の時に何か実際に出陣して手柄を立てたけれども何でもないのでなん、まあ、でこんなこと言ったのかなと思うんですけども、まあ、要するに自分があ骨を折ったからだというふうに言ったらですね、えー、信長の顔色がさっと変わりまして、えー、お前はいつ骨を折ったんだとで自分こそがあの一生懸命やったんじゃないかと信長自身が一生懸命やったんじゃないかと。 いうふうなことを言ってですねあの激怒したというんですね、まあ、ですから光秀はちょっと余計ななことをでですすね言っってしまったわけなんですそれでちょっと次のページにいきますけども怒ったあ信長は、えー、結局欄干に光秀の頭を押し付けてそれでみんなの前で大恥をかかせたっていうんですねそれでその時の光秀の表情というのが実に無念千番であった。 ですから結局、何て言いますか、あの光秀が余計なことを言ってしまったがために信長、が怒り狂ったと。で、結局信長はその怒りをですね、光秀にぶつけて、その頭をつかんで欄干にこすりつけたということなんです。まあ、ところが、のこの話もですね、まあ、当然ですけども、何か一次資料、当時の古文書だとか、日記だとか。 そういうふうなものに載ってるものではないんですね。まあ、ですから、この話もですね、やっぱりあの疑わしいで、この祖父物語、朝日物語というのも、やっぱり史料的な価値は落ちる、まあ、単なる戦国大名たちの逸話集に過ぎないというふうなことがやっぱり言えるわけなんです。で、その次はこれ、義山降格という資料で。 あのさっきのですねおそらく武田征伐の頃の話かなとも思うんですけども信長がその更進待ちをしていた時なんですけども、まあ、柴田勝家ですとか滝川一正それから光秀などですね、えー、重臣たち20人ばかりが、えー、結局予防ですね何て言いますかその更進待ちのために、えー、酒を飲んだりとかして待ってるわけなんですけれども。 えーまあ、乱舞って書いてますから、酒飲みながらみんなで、えー、踊ったりしてたわけですね。で、その時にですね、えー、光秀が、えー、ちょっとお手洗いに行こうと思いまして、す、えっ、ー、とこう立ち上がって、えー、庭の方に行ったらですね、信長が、えー、こ,この辺なんですけど、こう矢印で示すと、信長がですね、急に何を思ったのか、えー、広間にかけておいたあ槍の鞘ですね、それをパッとこう引,き引き抜いて、 それで、えー、光秀の首に当ててです、ねえー、金貨頭、なんで、えー、座敷を立ち上がるのかというふうなことを言ったとっいうんですね。まあ、要するにあの光秀はちょっと匂いを催したのでちょっとお手洗いに行こうかと思ったら、まあ、信長が、えー、その場の雰囲気を乱したということで怒り狂ってです、ね、この槍をお首にこう当てたということなんです。 まあ、結局う、光秀はこう,うまくやっぱそこを、その場を逃れたようなんですけれども、結局、うまあ、大恥をかかされた、まあ、みっともない、えー、なんてて言いますかね、こう終点をさらしたというふうなことで、えー、恨みを持ったとっ言われてるんですね。でちなみにあの、この金貨頭というのはあの、私みたいなハは、萩頭のことを言います。まあ、ですから、まあ、どうも光秀はあの髪の毛が薄かったんじゃないかというのは、うんあの、こういうところから来てるわけなんですね。 まあところがあの、やっぱりあのこれも当時の確かな資料にまあ当然まあ出てくるような話ではないわけなんですね。まあ、おそらくまあ信長というのはまあ大変短期だったというふうに言われてますから、まあ、後の人がまあそういうふうなイメージに当てはめて、いや、もしかしたらこんなことがあったのかなというふうなことでまあ作ったようなまあ単なる創作話じゃないかなというふうな気がしないわけでもないです。 今のところで、何かご質問とかございますでしょうか。光秀の母親が貼り付けになって、光秀は大変、それを恨んだという話です。え、はい、え、一つ目、まずそれ自体はデマなんですか。デマというか。あ、事実ではないんですか。他にも、この話書かれている話はあるんですけども。やっぱり、まず、あの光秀のお母さんがそもそも誰なのかよくわからないというのもあるんですが。まあ、資料上にも出てこないんですね。 ですから、やっぱりこの話は何か後世の,の作り話だっていうふうなことになりますね。まあ、ただ丹波の人にはちょっと言いにくい話なんですけどね。はい、で次に仮にお母さんがそういう意味をやってたとしても、だからだといって、はい、長尾、光秀が恨むのは若干すれ違いな話になってますね自自分分ででででややっったんでしょ、うん、自分で考えてやってですね。 まあ結局お母さん殺されてしまったのでまあやっぱり自分が一番悪いわけなんですけどもまあ強いて言うならまあ信長からいろいろプレッシャーかけられてて辛かったんだろうなっていうふうなことがちょっと書かれてるんですがまあただまあこの話自体がまあ嘘ですからまあどっちに転んでもまああのー、ダ,メダメなのかっていうふうな感じはしますですね。補足してきますやっぱり、えー、光秀というのは信長から 大変あの信頼されていたったというのはこれ、明らかなんですね。まあ、ですから、丹波攻略と同時に、例えばあの大阪本願寺攻めてるから、お前もやってこいとか、ですねあるいはあの大和の方にまた攻めに行ったりとか、いろいろしてるわけなんです。まあ、ですから、やっぱりそれだけ動員されるということは、やっぱり信長からの信頼が非常に厚かったということがやっぱ言えると思いますね。 さっきの資料を見てますと、あの秀吉の遅れを取ったというふうなあこともちょっと書かれていましたけれども、あの私はやっぱりその出席、信長の下にいて出席そうだというのは、ちょっとです、ね、あの話すの長くなるのあれですけども、ちょっと違うんじゃないかなとは、あの常々思ってますね、はい、信長の家臣団で、はい、ナンバーワンというのは、柴田勝なんですかナン,ナンバーワンと言いますか。 やっぱりあの柴田勝家ですとか、光秀ですとか、秀吉とかですね、あのこのへんは、あのまあ、一番強力な大名の討伐なんかに動員されてますから、やっぱりこのクラスがやっぱ一番信頼されていたんだろうなとは思いますね、はい、秀吉と光秀で、秀吉がリードしていたとか、そういうことは言えるんですいやー、私は言えないと思いますね。 まあただあの信長というのは、成果さえ上げてくれれば、ですねそれでいいわけですから、なんて言ったらいいんでしょう、まあ、あれだけやっぱり動員されているということは、信頼されているとしかやっぱり言いようがな,ないですね、はい、次にいきますけれども、これはあの家康の享保事件の記録になります。川澄大公記と呼ばれれるる資料にあるわけけなんですけれども えー、これはあの皆さんがよくテレビででご覧にななる有名な話です天正十年3月やっぱりあの武田氏征伐の話なんですけども、まあ、結局武田氏は滅亡いたしまして家康はあの信長から駿河の国を与えられまして、えー、そのお礼にですね家康は安土に穴山梅雪というもともと武田の家臣がいたんですが彼と一緒に行くわけなんですね。 それで安土のその城下で家康をもてなす仕事を与えられましたのがこれがあの明智光秀なんです。ちょっと矢印でこれ出ていますけども明智光秀のところにまあ宿を仰せつけたとそれで京役をですね光秀は接待役を命じられたわけなんですが。 まあその時ですね、あのーまあ、ごちそうを準備していたわけなんですね、まあ、食事の類なんですけども、でそのためにあの信長がその酒,酒の魚の準備がどうなってるのかなと思いまして、光秀の屋敷に行ったんです。そうすると、まあ、ちょうどあの5月ぐらいですから、まあ、暑くてです、ね、用意した生魚というのが、これがです、ね、もう腐っていたというふうに言われています。 それで門へ入ると同時に風が吹いて、臭い匂いがプーンと漂ってきたとで。その匂いをですね驚いた信長というのは、これはもうことのほか腹を立てまして、料理を作っている部屋の方に行きまして、この様子では家康のごちそうはできないと、おもてなしはできないということで、大層を送りまして、堀秀政という人の宿にですね変更するわけです。 それで、えーまあ、結局、ですね、あのー、光秀という人は家康の接待という大変重要な役割をうまくできなかったのでこれ大失敗したということなんですね。結果的に信長から大恥をかかされた。でその続きなんですけども面目を失った光秀というのは、えー、いろんなまあ器具といいますから、まあ、器の類いですとか、えー、それからまあ器ですね。 それから用意した、えー、酒な魚の類、えー、料理、まあ、そうしたものを全て、えー、安土城の堀の方へ投げれたと。すると、おその臭い匂いが安土城にふわっとこう漂ったということがやっぱ言われているわけなんですね。それで、えーまあ、ちょっとこれは非常によくあのドラマなんかに取り上げられて有名な話なんですけども、ちょっと皆さんあのお考えになっていただければ分かります通り、 えー、そのなんて言いますか、もう猛烈な臭い匂いがしていたと、要するに魚が腐って、料理が腐って、猛烈な臭い匂いがしていたと、えー、それがなんで、えー、信長が来るまで気づかなかったのかというのが、まず一つの疑問ですね、単純に考えましたら、まあ、おそらく光秀の屋敷にはですね、まあ、いろんな人がいたでしょうから、まあ、誰か気づくだろうと、まあ、おかしな話だなということがですね、えー、まずわかるわけですね。 でそれをまずわざわざ信長が確認しに行くのかというのも、これもあの大きな疑問ですね。まあ、ですから、この接待、えー、本当に失敗していたならば、まあ、せめて慎重後期とかですね、そういうふうな重要資料に出てきてもおかしくないような話なんですけれども、まあ、どうも当時の資料を見てましたら、信長、ごめんなさい、光秀が家康の接待に失敗したというようなことは特に書かれていません。 まあですからちょっと私はこの話っていうのは非常にあの疑わしいなあというふうに思ってます。まあ、何かあの光秀が信長に恨みを抱くような話ではないというような感じもいたしますね。それでもう一つはですね、その隣に明智光秀備中へ出馬を命ずらるというふうなことがあの書かれております。それであの光秀が信長から命令されるんですが、これがあの秀吉がですね、 備中高松城と、まあります高松城そこで清水宗春をお攻めているわけなんですけども、まあ、それはなかなかうまくいけないとそれで、えー、どうしようかということで水攻めにするわけなんですけども、えー、それには成功をするわけなんですね、まあ、ところが何て言いますか、まあ、結果的には成功するわけなんですけどもご詰めといたしまして、えー、光秀は秀吉の応援に行けと。 いうなうなことを命令されるわけなんですそれで結局ですね、あの光秀という人は、家康の接待にも失敗したと。で、その挙句ですね、当時ライバルとおぼしき、秀吉の寄り木として、まあ、応援部隊として、備、え、中、ー、へ行けというふうに言われたっていうんですね。 まあ結局信長からもちょっと捨てられそうな雰囲気になってしかもライバルの秀吉にも遅れを取ったと。でこれやばいというふうなことで、まあ、大変焦ってそれがやがて本能寺の変につながったっていうふうに言われているんです。えーとまあ、料理の話はまあ,あの私はちょっと変だなと思うんですけども。 光秀が確かに、えー、秀吉の応援部隊に行けって言われたのはまあ、事実なんですけども、これをどう考えるかなんですね。で、まあ、確かにまあ遅れを取ったと秀吉の下に入ってですね。戦うというのは、これはもうみっともないことだっていうふうに思われる方もいるかもしれませんが。 あのやっぱり信長にとって毛利氏を討つということは、これはもう大変大きな仕事だったので、まあ、その中でやっぱりその信頼できる武将の一人の秀吉に任せたと、まあ、それでもちょっと手に負え,えなそうなので、あえて光秀も応援部隊に送り込んだ、これやっぱり光秀を大変信頼しているから送り込んだというふうに考えるのが、むしろ自然なんですね。 まあですから、えー、皆さんも、えー、お仕事をなさっていたときに、大変重要な仕事というのは、一番できる人に任せたと思うんですけども、まあ、理屈はそれで、えー、いいんじゃないかなというう思います。まあ、ですから、光秀が、ああ、俺は殿から信長から信頼されてるんだなというふうに思ってもです、ねえー、この備中に行けと言われたことが、何かこうお恨みになるようなあ原因にはとてもおならない。 あるいは非常にその競争に負けそうだとか何かそういうふうな気持ちを持つというのはちょっと考えにくいんじゃないかなというのが私の考えです。それでこれに関連いたしまして今度は日本史という資料を見ていきたいんですけどもこちらですね第56章第2部ですね40章で書いてあるんですけども。 ちょっとこの部分はもう特にあれなんですけども要するにあの光秀の性格が延々と書かれてるんです要するに読んでいますとですね簡単にかいつまんで申しますと信長の配下にあって光秀はよそ者だったというふうなことが書かれてましてすべての者のから快く思われてなかったというふうなことも書かれてますで光秀はですね信長から 愛を、まあ、を受けるたためにい、まあ、いろんなな不思議な力を持っていたと、まあ、例えば裏切りや密会を好む、刑を科す時は残酷である、独裁的,独裁的でもあったと。まあ、己を偽装するというのは何かこうあの口がうまかったんでしょうね、えー、ごまかすったりゃいろいろするんですけども、えー、そういうようなこともやってたと。で戦争では暴略を得意としていた。計略と作謀の達人だった。 で、一方でですね築城、えー、には詳しく建築手腕が優れていた,いたというようなことも書かれております。まあ、ですから、えー、まあ、信長のためなら、まあ何でもやるとまあ、その代わりまあ。まあ、それは出世のためだっていうようなこともあるんですけども。まあこれを読む限りまあ、大変ですね。まあ、ひどい人間だっていうことがこれ、フロイスの日本史には書かれてるわけです。 後半部分になりますと。とのぶえ、光秀は人を欺くために7。2の方法をもう身につけていたと。いう風なことを言われております。まあ、ですから、まあいかにま彼があの残酷でですね。もう人間性がもうひどすぎる。うんまあ、そういうふうな人間かっていう風なことが書かれています。まあ、ただこれ注意すべきはですね。これあくまでこうフロイスが持った印象であるっていう風なことを覚えておいていただきたいんですね。 皆さんも例えば A さんという人がいてですねある人は A さんはいい人だっていうふうに言うんですけども例えば別の人はいや A さんというのは悪い人だということもあると思います、まあ、要するにあのいい人だっていう人はやっぱり A さんといろいろ付き合いしていく中でいい思いをし,した人なんでしょうね、まあ、ところが悪い人だっていう人は不愉快な思いをしたとか まあ、いろいろあると思いますんで、まああので、ー、その人に接する、接したときの、まあえー、態度とか、そういうふうなものでちょっと変わってくるのかなと思います。これも一つの、まあ、見方にすぎないということですね。この4行目、5行目ですね、これらの模様仕事の準備についてっていうふうなことが書かれているんですけれども、えー、これはあのー、先ほどの家康の教皇になります。 で信長はある密室において明智と語っていたが元来信長というのは逆上しやすく自分の命令に反対意見を言われると耐えられない性質だったと書かれていますで人々が語るところによれば信長の好みにある要件で明智が言葉を返すと信長が立ち上がって怒りを込めて1度か2度,2度明智を足蹴にしたと。 まあそういうふうなことが書かれてるんですね。まあ、ところがそれはあのひかに秘密裏になされたことだったので、しかも2人だけの間の出来事だったので、後々まで民衆の噂に残ることはなかったけども、あるいはこのことから明智は何らかの根拠を作ろうと欲したかもしれない。というふうに書かれています。まあ要するにあのー、 えー、後々まで民主の噂に残ることはなかったというのは、要するにあの光秀がこうあえて流してです、ね、自分が信長を打つための根拠にしようとしたんじゃないかというふうな意味になるかと思います。で続きにです、ね、その光秀というのは、過度の利力と野心が募りにつって、ついにそれが天下の主になることを彼に望まするまでになったのかもしれないと。まあ、このフロイスの記述が、光秀が野望を持った。 というななな説になるわけなんですね、まあ、ところがあの、まあ、この資料を読んでみますとよくテレビで見,、ま、見るように信長が、えー、いきなりですね光秀をこう足蹴りにして殴り倒すシーンがあるのが、まあ、この資料が根拠になってるわけなんですが、まあ、要するにあのこれが、えーまあ、家康が教皇に失敗した根拠であったりあるいは、まあ、光秀が信長に対して、えー、怒りを抱いた。 まあいろいろ不信感を抱いたといいますか、まあ、そういうふうな根拠資料にされているんですけれども、これはあの、よく読んでみるとおかしな話なんですね、ある密室において信長は明智と語っていたというふうにありますが、まあ、その密室というからには、ですね、えー、もう完全に密閉された状態ですから、まあ、そういうふうな話が漏れているというのはまあおかしな話だなというふうなことがまず感じられます。ここの殴ったとということもですね それはひそかになされたことで、二人だけの間での出来事だったと書かれています。で,ですから、まあの、続けて後々まで民,民衆の噂に残ることはなかったがって言いますが、まあ、おそらく何かあの公談の光秀が何らかの根拠を作ろうとしたという,ふうなことを書かれてますけども、まあ、要するに、 光秀があえて自分が道信長内の正当性の根拠とするためにいや自分は殴られたと、しばき倒された。だから俺は苦しをしてやったんだというふうなことで、わざと流したのかなというふうな、まあ、節もあるわけなんですね。まあ、ただこれ,あれ原文ポルトガルで書かれてまして、あの私はちょっとポルトガルできないので、日本語訳によっているわけなんですけれども、えー、ここに書かれてあるということも私はちょっと単なる噂話にしか過ぎない。 ように思うわけなんですね。まあですからこのよく言われる光秀が信長に殴られたと、まあそういう風な話というのも私はちょっとお今一つ信用できないなっていう風なところがやっぱりあります。一旦ここで止めましてですね、ちょっとご質問をちょっとお伺いしたいと思うんですけども、いかがでございましょうか。安土城で今日失っ 失敗して、はい、というのはそれは私だ子供の頃よく漫画で読みましたよ、はい、それああ<ー>うん <laughs> そう思ってました小学校中学校の頃は私もそう思ってましたけどねうんまただやっぱり常識で考えますとねあの三秀が一人でやってるわけじゃないですからあのみんなで協力してやってるわけでその少なくともその料理が腐っていたっていう風な馬鹿げたことが起きるのか っっていいうううふうなことはやっぱり素直に思いますね、はい、そうですねねそで、はい、最後のこのルイス・フロイスのこれは、ロイスがそう書いてるんだから、一応、一時資料なんですかあ、あのー、これ、いろんな意見がありましてね、やっぱりあの一時資料だっていうふうな方もおられるんですけども、まあ、同時代の資料という意味でですね、その代わり、後でいろいろ手を加えているっていうふうなことも言われてるんですね。 まあですからあの、なんて言いますか、そういうふうな意味では、ちょっと疑似資料化っていうふうなことを言う方もおられます。ちょっとあの評価が違うんですけども、まあ、ただあの、いずれにいたしましても、この海外の資料っていうのは、あの安易にちょっと鵜呑みにしちゃいけないっていうふうにあの言われてます。というのはですね、えー、どうしても彼らの価値観からあの書くことが多いんですね。 例えばあの、キリスト教に対して、えーまあ、信仰している人もそうですし、まあ、信仰しなくても理解にある人に対しては、えー、かなりあの甘口なんです。あこの人、いい人だよって書いてくれるんですけども、例えば高田信玄なんかもそうですしね、あのー、やっぱりこう仏教を信仰してい,たいる人とかですね、あるいはキリスト教に対して反対するような人たちというのは、もう悪魔の手先だとか、こうボロカスに書かれてるんですね。 まあですからこうした資料を使うときは、やっぱりあの日本側の資料と付き合わせて、あ,ある程度、裏付けを取った上で使うのがやっぱ筋であるというふうには言われてますね。はい、ルイス・フロイスはそう書いているが、新作性はいか。い一とも言えないんですけれども。 やっぱりある程度日本側の資料と裏付けられるところを使った方がいいだろうということですね。まあ、ですからこのフロイスの記事にしかないことをそのままうのみにするとちょっとまずいんじゃないでしょうかっていうふうな。まあ、ただあの一般でルフするようなあの面白い話を書かれた、まあ、こういった特に本能寺の変なんですけどもやっぱりあのフロイスの言ってることをもう前に受けてるっていうふうなところはやっぱありますね。 例えばですね、信長の唐襟の話があるんですね。要するに、えー、信長というのはもう実は中国に攻め込むんだっていうふうなことを、もう早い段階から企画していたったということは、このフロイスの日本史に書かれてるんですよ。で、でみんなそうだそうだって言うんですけども、あの最近やっぱりこの辺のキリシタン史と言いますかね、緊急してる方に伺いますと、えー、実はのフロイスというのは、あの日本に来たのは、布教するためなんですね。 とこころがこの不況というのはまあ九州あたりはうまくいっているんですけども、もなかなかそれ以外の地域とは広まっていかないと。まあ、ところが本国のポルトガルからは、日本どころかあの中国もです、ね、や,やってこいというふうに言われているので、不況をですね、それは非常に厳しい立場になるんです。まあ、ですから、どうもです、ね、フロイスという人は、えー、秀吉は空りを計画していると、中国を行くことを計画していると。 要するにあの信長が日本を統一するとお日本はキリスト教の国になるとでその勢いでもって中国に攻め込んで次は、えー、中国をキリスト教の国にするんだというふうな感じの文脈で、えー、どうも言ってるっていうふうなことですから、まあ、要するにあの信長を利用してですね自分の都合のいいことを書いているっていうふうなことも今言われてるんですねまあですからまあそういうふうな意味で言うとちょっとここに書かれていることをべてうのみにするのはちょっと厳しいということですね。はい 時資料とか時資料とかいう話が出てましたけれども例えば日記なんかは時資料になるんですかあのあの日記でも例えば人の手前をはがかって自分の作らないようにこう書くようなこともある,あるあの書くこともあると思いますし例えばその歴史において客観的事実というのは 例えばその1次資料だろうが2次資料だろうが、本当にあ3つ、4つと同じことが書いてあれば、やっぱりそれは事実と見て、そのあたりは日記、まず日記ですね。日記、まね、はですね、基本的に1次資料に分類されます。 まあ、ただあの、あでですね、えー、清書したりとか、まあ、そういうふうなことをしたりすることもありますので、まあ、なんていいますか、まあ、ちょっとあのそのままの状態で、えー、ずっと保管されているものが、えー、そのままの状態書かれた、最新書かれた状態のままということがないこともあるわけですね。でもう一つは、ですねあの日記に書かれているということは、必ずしもその日記を書い,て、えー、書いた人が直接見聞きしたことを書いているわけじゃないんですね。 よそから来た情報が正しければいいんですけども、あのー、やっぱ間違ってることもあるので、まあ、ですから日記資料というのもあんまり、あのー、そのままうのみにするのはどうかというふうに言われてますね、まあ、ですから基本的にはやっぱり他の資料と付き合わせて考えるべきであろうということですね。 それで、えーまあ、順番から言いますと、やっぱり同時点資料である一時資料をやっぱり使って、まあ、二次資料というのも、まあ、使ってはいけないということはないんですけども、おやっぱりきちんと、まあ、これ一時資料だともそうなんですけども、おしっかり資料批判、の他の資料との称号とかですね、いろいろいたしまして、やっぱり用いるべきであろうとおいうことです。次いきます。 どん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 ですね、あのおかしい話が次々次々,々出てくるんですけども、次はあの光秀の家臣の斎、ね、藤利光の話になるんですけども、この斎藤利光という人は、実は稲葉一徹の家臣だったんですが、光秀に引き抜かれたっていうふうな、まあ、過去があるんですね、これはあの竜英浮女伝慶という資料に書かれたもので、ほ他にもいろんな資料が書かれてるんですけども、まあ、どうもそういうふうな経緯があったと。当時はですね よその家臣というのを無断で引き抜くということはこれはできないわけでして家臣がですね新しい主に仕えるときは必ずあの元の主人に辞めますというふうに伝えてから新しい主人に仕えるというのがこれがあのルールだったんです今の会社と同じですね退職願い出して元のいた会社を辞めてから新しい会社に移るのと同じ理屈です、まあ、ところがあの光秀というのはもう一回ですね 稲葉一徹の家臣を引き抜こうとしたんですねでこれがあのちょっとここ出てますが、えー、名場与蔵という人なんですね、名場与蔵それで次のページも出てきますけども、要するにあの名場与バナオ直春という人をこれを引き抜こうとしたんですけれども、これ結論から申しますと、あの失敗に終わるんです。というのは、さすがの信長も怒りましてです、ね、いや、それはならんというふうなことで送ったのがまあこの書状なんですね。 稲葉氏には、稲葉与造というのは元のまま、この稲葉氏に仕えるというふうなことを伝えたものでして、同じように稲葉直春にも、なて言いますか、あの元の通り稲葉氏に使えなさいというようなことを命じた資料になるわけなんです。で、これに伴いまして、この稲葉花粉には面白い資料が残っているんですね。それは何かとと申しますと この一件をめぐってですね信長と光秀が大変な口論ににななったという,ふうに言われてます他の城なんかも突き合わせて考えていますと、光秀はですね、あの要するにあの私利私欲のために稲葉一哲の家臣を引き抜いたんじゃないんだと、これは周りもあって信長様のためにもなるからこそなんだというふうなことを言うんですね。それでまあ結局、信長はですね、まあ、なんだかんだ言いながらも非常に怒ってですねいるわけなんですけども。 ついにはでその時にですね光秀はかつらをしていたものですからそのかつらがポロンとこう頭から落ちたっていうんですね当然それをですね他の大名たちも見ていたものですから武将たちも見ていたものですから、まあ、大恥をかかされたとその結果光秀は恥をかかされたのでこの恥を汚名を注ぐために信長をやっつけたという風なことになるのかなと。 ただ、これもあまりになんかできすぎた、なんか変な話ではありますね。頭を叩いたら、カツラが落ちたっていうのも、ちょっとなんか漫画みたいな話です。まあ、もちろん、そのかが落ちて、落ちてどうのこうのっていう話っていうのは、他の資料にも見ることができないわけですね。まあ、ですから、まあ、どうも当時から、当時って言いますか、江戸時代ぐらいになっても、光秀の頭っていうのはどうも薄かったらしいっていう、まあ、さっきも資料ありましたけども、まあ、その延長線上でですね、 そういういうな説が出てきたのかなというふうに思うわけですねそれで、えーまあ、今までのがちょっと怨恨説なんですけども不安説というのもですね、まあ、いろんな理由があるわけなんですけども、まあ、実はこの「豊か鏡」というこの資料を見ていますともう信長に対して光秀というのはですね恨みがあって、えー、打つべき心を 要するにあのいやいやそのうち打ってやろうという気持ちがあったとっいうふうなことが、ちょっとこの線引っ張っているところが書かれているんですね。それで以降、ですね信長うちに成功するわけなんですけども、後半の線を引っ張っているところなんですけども、光秀というのは、もう信長に気に入られて、大変富もあったというふうなこと書かれているんですけども、まあ、栄えていたと。 まあそれにも飽き足らず、まあ、日本をですね自分が治めようとして信長を討とうとした心を持ってしまったので道を損なってしまってなお怪我してしまったとまあ何とも浅ましいことだというふうに言われてるんですけどもこの本には特に信長が恨みを持った理由というのは、まあ、書いていないわけなんですけどもこの豊か鏡によりますと。 峰秀というのは何であんなに栄えていたのに、えー、欲を出して日本を治めようとして信長を打ってしまったんだろうかとまあなんとまああの浅ましいことだというふうなことが書かれているわけなんですね、まあ、ですからこれについてもですね豊かが見ても17世紀にできた資料でして竹中半兵衛の息子の竹中重門という人が書いた資料なので。 信、えー、の信憑性が高いっていうふうなことをおっしゃる方もおられますけれども、私はちょっとやっぱりこういうふうな、なんかこう、評論的なものであって、なうんまあ、三面記事というんですかね、週刊誌か何かの、まあ、そういうふうな感想レベルのものにしかちょっと思えないなというところがあのございます。まあ他にもですね、例えばあの老人雑話っていう資料にあるんですけども、 えこれ老人たちには光秀がですね亀山、要するに亀山城、亀岡市の亀岡城の愛宕山の、まあ、続いているた宕山のところにですね城を構えたと。で、えー、この城をですね、えー、まあ山をですね周山と名付けた、周、まあ、山城のことなんですけども、これは自分をですね周を武王に例えて、で信長を周の武王に打たれた院、まあ、中に例えたっていうふうなことなんですね。 これは謀反の心の表れであるっていうようなことが書かれてるんです。修山というネーミングについてはですね、別にあのどうも光秀が関係していたかどうかっていうのは分からないわけなんですね。ですからこれもあの根拠、不詳としか言わざるを得ません。それからあのこれ、紅葉軍艦にも面白いことを書いてまして、えー、実は光秀がですね、光秀勝頼というのは天正時年2月ですかね。 お互いに連絡を取り合って、なんて言いますか、謀反を起こそうというふうなことを言ったということが書かれているんですね。まあ、ところが長あ、長坂長官祭という人が、ですねこれはあの何かの作戦かもしれないということで、えー、光秀と組むことをもうやめたっていうふうなことがあの書かれているわけなんです。まあ、だですから、まあ、光秀と組まなかったから勝頼というのは滅亡してしまったんだっていうふうなことが書かれているわけですね。 でまあ、ちょっとここまで述べてきましたとまり、えーまあ、不安説だとか、縁恨説だとか、野望説だとか、こういろんなものがこう複雑に絡み合っているわけなんですけども、あのどれもですね、ちょっとあの、まあ、漫画チックな話で言ったらあれなんですけども、何か信頼できる資料に明確に書かれているわけでもないわけなんですね。 まあですから、えー、ここに書く怨恨だとかですね、えー、そういうふうなものの根拠資料というのは、もうほとんど当てにならないものばかりでして、えー、到底成り立たないんじゃないかっていうようなことなんですね。最近読んだの「私学外論」という本をちょっと読んでいますと、まあ、ちょっと大前に読んだんですけども、まあ、そこには明快にですね、えー、光秀の心情というのを探るというのは、これはもう歴史学のですね、範疇にあらずっていうふうなのを書いて。 おりまして何かこう恨みを持ったとか、まあ、どうのこうのっていうのはですねやっぱわからないと資料にはそういうことはまで書いてないからだと思うんですけどもまあそういうふうなこともあるわけですけども、えー、このオールドな、えー、古典的な考え方としてのその怨恨説だとか野望説だとか、えー、そういうふうなもの不安説というのはまあちょっと当てにならないっていうふうに考えていいんじゃないかなと思います。 えーとこの辺で、ね、何かご質問とかございますでしょうかさっきの不安説でありましたね。不安説、はい。これ誰が不安なの光秀が不不安安ななな光秀んんですあそうなんですすそう結局、光秀がその不安になったっていうふうなことなんですね。あのちょっとさっきも出てきましたけども、ここにもいろんな資料があるんですけども、例えば、あの石見の方にですね移されるとかですね、えー、いろんな資料があるんです。 まあ、要するにあの左遷されたとかですねあの光秀があの秀吉の何て言いますかあの寄り力に送り込まれたとかそういうのもやっぱり不安になったっていうんですねはいそういう意味で光秀が不安に思ったということなんですねそうですねはい、はい、まあよりあのちょっと黒幕説の話の方に少しずつ入っていきたいんですけどもこれはあの永禄十2年3月なんですけどもこれあの えー、信長が上洛してした翌年のことなんです。で、扇町天皇というのは信長に副将軍の位を授けようとしたんですけども、これはあの特に受けるとも受けないとも返事をしてないわけなんですね。えー、お返事申さずと云々ってというに書いてあるのはそういうことなんですけども、まあ、何も返事していないということが分かっております。まあ、これを見ていますと、あのー まあ返事したしないというのは別といたしまして、やっぱ扇町というのは信長がですね、義明とともにやってきて、えー、京都を治めてくれると、まあ、それに対するお礼として渡そうとしたと思うんですけども、天皇からすると、お信長というのは、まあ、歓迎すべき存在だったのかなと思うわけなんですね。 黒幕節の場合は朝廷と信長の,その対立構造というのをです、ね、浮き彫りにしようとするんですが、まあ、それはちょっと違うんじゃないかなということをこれから申し上げていくわけなんですけどもそれがもう1つはその次に出てます扇町の上位の件ということなんですがこれはあの扇町天皇の審筆によるまあ書状ですね「消息」って書いてあるんですけども。 これはあの信長がですね、扇町天皇に上位のことを申し入れたわけなんですけども、扇町天皇はこの手紙の中で、ご堤門院以来、上位したいということをいろいろ願ってたんだけども、うまくいかなくて、なかなかその沙汰まで及ばなかったと。ただまあ信長がそういういに言ってくれれるのであれば 長最高まあ、朝廷が最高の時やってきたということで、まあ、大変頼もしくう、まあ、嬉しいんだということで、信長に手紙を書いてるんですね。でこれ、どういうふうなことかと申しますと、基本的にあの上位をするということはですね、当時、陰性敷くということは、これはあの幕末に至るまでごくスタンダードなことだったんです。で今でしたら、陰性を敷くというと、悪い例えになってくるんですけれども、 当時は早い段階で天皇に位を譲って自分は上皇になるというのがこれがスタンダードだったわけですね。で実はこの五堤門院というのはですね仁文明の裏の時の天皇でして自分の子供に上位しないまま死んでしまった現役の天皇のまま死んでしまったという人なんです。 で当時の日記なんかを見ますと、やっぱり現役の天皇のままで死ぬってことはやっぱりありえないことでして、まあ、非常に気の毒だっていうことが盛んに書かれているわけですね。まあ、ですから、扇町というのは、えー、上位を望んでいたのはまあ明らかで、まあ、大変喜んでいるっていうことは、あのこの書状からわかるわけなんです。まあ、ところが、従来の説では、やっぱり信長というのはですね、扇町天,天皇に不損にも、息子に位を譲ったらどうかっていうふうなことをですね、 申し出たと、まあ、それはあの申し出たというか、強要したというようなかかり方をしているわけなんですね。要するに、扇町というのは、上位を嫌がっているのに、信長はもうそれをもう無理やりですねさせようとしたというふうな言い方をしているんですが、やっぱりこれはまあまあ間違いであると、即位式を行うには大変お金がかかりますから、まあ、そういうふうな金銭面のサポートも含めて、上位を進めたのであって、まあ、ですから扇町というのは、ご堤家道院以来のことだから、これはもう大変嬉しい。 ありがたいことだということとででで喜んんるわけなんです。まあ、ところがこの「高近光樹」という資料次出てきますけれども読んでみましたらわかります通り読んでみましたら私がちょっと読みますけども盛んにですねいろいろ信長の方から上位のことを申し付けられましていろいろ準備をしたということがここに書かれております。 要するにあの即位の準備というのはその即位の儀式書を読んだりとかですね、いろいろ意思を整えたり費用のこととかいろんな準備があるわけなんですけどもまあそのためのことを作業をやっているわけなんですがでまあ結局、上位は実現しなかったんですね。これはなぜかと申しますとまあやっぱり信長の方がですね、この前年この年ですね天正元年から足利義昭と不和になりましたからまあ戦いが忙しくなったと。 まあだからどうも実現しなかったのかなというふうに思います。それであのもう一つはですね、ごめんなさい、これまた上位の件でこれ間違いでしたあの信長がですね、えー、いろいろ位が高くなっていくというふうな話になっていくわけなんですけども、天正2年3月ですから、えーまあ、さらにその翌年ですね、信長はですね、13未になるわけなんですね。これ、書かれてますね。 いろんな資料がちょっと出てきますけども、えー、それであのこれ、平って書いてあったり、まあ、あるいはあのここを見ると、藤原っていうの書いてますけども、よくあの信長というのは、漢武平氏の平の重盛のこの佐盛の流れを組むっていうふうにわれてますが、あ,のあれは間違いなんですね、あれはあの全くのデマでございまして、えー、本来はこちらの塔って書いてあります、あの藤原姓というのがまあ正しい。 というふうに言われております。で、えー、やっぱりこれだけの関与を授けられるということは、えー、やはりあの信長というのは朝廷からかなり信頼されていたということになると思います。で、地孔院文書なんか見ていますと、えーまあ、どうもですね、まあ、信長が上洛したわけなんですけども、大乗大臣、太乗大臣の官位が与えられるかもしれないということが書かれてます。 それで、こちらの人権記という資料を見ましてもです、ねえーまあ、信長はこの江戸になされというのが書かれてますけど、まあ、まあこれは何かこう摂政関白なんですかね、あとで、この信長もお官博、ごめんなさい、関白も信長へ愛渡され、奏来てと書,書いてますけども、まあ、どうも摂政関白ぐらいのお地位につくかもしれないというふうなあの噂がです、ね、書かれてますね。 で茶泉というのはあの長男の信忠のことなんですけども将軍にまかりなりそうろうと書いてますけども、まあ、要するに信長があ関白摂政関白信忠はです、ね、将軍になる、まあ、どうもそういうふうな噂がこの人権記というのはこの奈良の方のお坊さんの記録ですから、まあ、どうもそういうふうな噂が立ち上ったということなんですね。 まあですから、まあ、大木町天皇の心情というのを探るべくもないんですけども、やっぱりあの足利将軍とともに信長というのは非常に頼りになる存在だったと。まあ、ですから、しかるべき官位を与えて、まあ、手なずけると言ったら変ですけども、やっぱり京都支配というのを担ってもらわなくちゃいけないっていうふうなことがですね、えー、ことをやっぱり大木町は考えていたのかなと思うわけです。それで、えー、もう一つですね。 朝廷と信長が対立していたっていたうのでで重要ななのがこのののこフロイスの日本史の記録なんですね。信長神格化,化の問題なんですけども、まあ、信長は自分をです、ね、日本の絶対君主と称したというふうなことが書かれています。それで3行目にあたかも神的生命を有し不滅の主であるかのように万人から礼拝されることを希望したというふうなことも書かれているわけですね。 これがあのいわゆる信長が神になろうとしたっていうふうなものの一節なんですけども結局あの信長がです、ね、絶対君主だとか神になってしまうとこれはもうちょっと天皇を超えてしまうわけなんですね、まあ、ところがあの天皇を超えてしまうとやっぱり天皇としては困るわけですです、まあ、ですからまあ朝廷はちょっと信長と距離を置こうとかですね、えー、あるいはもう信長を討ってしまわないと自分たちの立場がなくなるんじゃないかっていうふうに考えたっていうんですが まあその根拠資料の一つがこれなんですね、いわゆ信長の神格化。まあ、ところが、のこの資料もです、ね、あのそうなんですけども、この信長の神格化、信長神になろうとしたっていうような資料は、実はこのフロイスの日本史にしか書いてませんでして、まあ、当然、日本側の資料にはです、ね、そういうふうなことはもう書いてないんですね。 でまあ、それをですねやっぱりいろいろ検討してみますと、まあ他の研究者の方が検討していますと、まあ、やっぱりどうもフロイスという人は不教がうまくいかないと、まあ、なおかつ、ですね信長という人はいろんな宗教に対して寛容だったんですね。一応、キリスト教というのは認めますよというふうなことは言っているわけなんですけども、相変わらず仏教や神道ですが普通の宗教も今まで通り処遇していると。 でキリスト教というのは一神教でありますから、えー、それでは困るわけなんですね。やっぱり自分のところだけをちゃんと手当てしてほしいと、まあ、そういうふうな考えですから、えー、盛んに信長をディスるようになるわけですね。えー、文句よくです。それがあのそういうふうなことなんですね。信長は神になろうとしていると、まあ、大変あの不損なやつだ。というふうなことで書いているわけです。 まあですからこれもやっぱりフロイスの一感想といいますかえ何かちょっとこう信長をですねまあ警戒するしているぞというようなことを書き荒らしたものでありまして本当に神格化,化を望んでいたかというようなことはちょっとわからないあのかつては盛んにあの信長の神格化というのはんて言いますか面白いといいますかそういうふうなえ意味では広く受け入れられた説であるんですが現在ではちょっとやっぱり違うだろうというふうに言われて おりますそれからあのもう一つはですね、これ、三式水銀という言われるものなんですけども、これ、天正10年4月以降ですね、4月の下旬ぐらいの話なんですけども、信長に対してですね、えー、朝廷の方からここありますけれども、太政大臣か関白か将軍かあ、いずれかをですね、 まあ推薦する、まあどれ、どれかを与えるから推薦しますよっていうふうなことがですね、こちらに書かれているわけなんですね。それで、まあ、結局あの、この資料はあの朝廷から信長に対して3つのうちどれか1つ与えますよっていうふうに言われてきたわけなんですけども、かつての研究で、いや、逆だと。 えー、信長の方から朝廷に対して太政大臣か関白か将軍かいずれかを与えろという強要したというふうな解釈のされ方をしたわけなんです、まあ、ところが今となってはですね、あのー、やっぱり、えー、その説はおかしいということでやっぱり朝廷から信長に対して打診したものというふうなことになるのかなと思いますでこの真ん中にあの4日って書いてますけども、まあ、関東を打ち渡され 候の間将軍になするべきよして申し相らえばというふうに書いてますけどもえ要するにあの斐の武田氏を打ったというのはこの関東を打ち果た,打ち果たされてことですね、まあ、将軍にするのがよろしいだろうというふうなことなんですけども結局信長は、まあ、こうした朝廷の意向を組んで,です、ね、将軍になったわけではないわけなんです。 その後ですね、信長6月2日から3日にかけて死んでしまいますから、もう全くですね、その後どうなったか分からないわけなんですね。それで、あのまあ、信長という人はですね、次にこの金見狂気に書いてますけども、右大臣の職を辞退したことが書かれているわけなんですけども、この時にですね、今は全国制覇がなされていないので、右大臣は辞めるけれども、 日本全国を平定したら、まあ、重ねて、まあ、その登用するような勅命があれば、それに応じますよと、まあ、ですから当面、兼職と言われるあの高い位については、嫡男の信忠にし、まあ、して欲しいんだ譲,譲りたいんだっていうふうなことが書かれているわけなんですね。 まあですからまあまあ,あの信長と朝廷というのはまあどうもいい関係じゃなかったのかなというのがなんとなく私には私というか他の方の緊急なんかも踏まえたらまあそういうふうに思えるわけなんですね、まあ、ですから結局あの他にもですねまあ天正10年にまあ信長が扇町を招いて御所の前で馬ぞれというのをやったんですけども この馬揃えというのも実は信長の騎馬部隊というのが、えー、軍事パレードのようなものをするわけなんですね。でそうするとですね、えーまあ、その軍事力に圧倒されて、扇町は信長に対して、まあ、ビビるだろうということでやってるわけなんですけども、えー、これ実はあの扇町の方からやってくれというふうにお願いして、えー、信長にお願いして実現したものなんです。まあ、ですから、扇町というのはそれを見た後ですね。 あの大変喜ぶわけなんですねあのもう今で言ったらそんなに娯楽もないですから立派な軍事パレードを見てですねこれは素晴らしいということで大変喜んだというふうに言われております、まあ、ですから信長が朝廷にいろいろ嫌がらせをした、まあ、軍事パレードもそうですしそれから上位のこともそうなんですけども、まあ、実際信長というのはまあそういうふうなビビらそうというふうな意図はなかったと。 まあそれどころかあの御所の修了をしたりですとかですねいろいろ朝廷に対してまあ尽くしてきたということはこれ後ほど将軍のところでも申しますけれども明らかになってますからえ朝廷と信長の対立関係というのは今となっては考えにくい、まあ、従いましてまあ朝廷が黒幕だったという説は成り立たないだろうなというのが今大方のお考えではないかなというふうに思います。 今までの点でで何かごご質問などございますでしょうは、先生、これは同じ資料で、信長と朝廷が対立して、信長が朝廷を脅かしているように、そう取れば、朝廷が信長を倒そうという解釈が成り立つけれども、朝廷と信長の関係がいいのであれば、朝廷が信長を倒す必要はないじゃないかと、どうなるということですか。 大瀬の通りです,、ねまあ、ですからあの、ちょっと冒頭で申しました通り、お、え、り、ー、まあ、戦後のやっぱりこう歴史研究の流れで、まあ、どうも朝廷、まあ、天皇というのは克服される存在だという風な背景もあったのかもしれませんけれども、えー、それと加えて、信長というのは大変あの革新的な人間だったと、まあ、これはあのいろんな政策面なんかでもまあ見られるというんですけども、今となっては信長というのはそんなにあの革新的でもなくてですね、 まあむしろ政策そのものも他の大名がやっていたことをまあ真似してやったに過ぎないというふうに言われてるんですね。まあ、ですから、朝廷に対しても当然、何かその急に変わったことをやり出すわけじゃなくって、むしろあの一生懸命あの奉仕していたということが明らかになっているわけです。まあ、ですから、資料の一部を切り取って、今までは、いや、これはあの上位にしても。 あの馬揃いにしても、いや、これはあの信長の朝廷に対するいじめだっていう,うに言われたんですけども、今となってはこう違うっていうことで、まあ、先生がおっしゃる通りに、対立軸っていうのは、ちょっとこれはもう見出せないっていうのが現状かなと思います。うん、次はですね、今度は室町幕府とのまあ対立ということで、黒幕説ですね。 あのこちらの方なんですけれども、これもあの最近出たあ説なんです室町幕府というか、足利将軍の黒幕説というのは、かえすまでで要点を言いますと、えー、実は、えー、足利義明と光秀というのは、前から、えー、互いに連絡を取っていて、それでもって、その絶好のタイミングでですね、えー、信長を討つということに成功したっていうふうな、まあまあ、そういう説ですね。 まあ陰で義昭が光秀を操ったと、まあ、それは本能寺の変の前に遡るっていうふうなことなんですそれでよくあの古い説ですと信長というのは別に室町幕府を保護する気持ちはなくって、えー、まあ上洛した段階でですね、えー、滅ぼそうとしていたんだとであるいは義昭を傀儡にしようとしていたんだっていうふうな説もあったんですけれども、まあ、今となってはですね、まあ、そうしたものはまあどうも 違ううううだろうというふうに言われておりますすみません、ちょっとあのやかましいのがなってるんで、ちょっと止めてきますね一応あの、信長がですね義明を連れて上洛したというのは、まあ、どちらかと申しますと、おやっぱりまあ信長といたしましては、まあ、室町幕府を再興させて、えー、それで、えー、まあ京都支配というのをう円滑に進めていきたい、まあ、天下というのは、あの今でしたら日本全国、つ,つうらうらですけども。 えー、当時は大体あの天皇や将軍の、まあ、勢力範囲である京都を中心とした畿内というふうに言われてるんですね、まあ、ですから、まあ、その延長線上にやっぱり朝,朝廷に対する奉仕というふうなあ意味合いがあったわけなんですけれども基本的に信長は室町幕府と朝廷というのを大切にしていこうと思っていたんじゃないかなと思います。 まあところが永禄十3年っていいますかまあ元気元年なんですけどもえまあこの時の資料これが徳富一郎氏所蔵文書でえ信長が日常商人と明智光秀に宛てたものになります朱印状ですね。それでこちらにあの刻印が押されてましてこれは義明のものだと言われてます。 えー、印文これまあ宝って書かれているんですが、まあ、実は義昭の刻印というのはこれ五通しか残ってません。これがあの最初のですね、えー、信長と義昭の対立を示すものになるかと思います。これ五つに分かれてるんですけども、あの非常にあのまあ内容があの今でも議論されてましていやこしいです。これはまああの 書状そのものはややこしいことは書いてないんですけどもその解釈をめぐってですねどういう意味があるのかという意味ではちょっとその何て言いますかいろいろあの難しいんですね。で1つ目はですね諸国に、えー、義明が御内書を送るときはですね信長に必ずその旨を申し出てもらって、えー、書状をつけることと。 要するにに勝手にやる、まあご内緒というのはまあてあの将軍の意思を伝える文書の一つなんですけどもご内緒には必ず信長の添え状をつけることということですねそれで2つ目が今まで義昭の下地、ですね命令というのはすべて、えー、破棄した上でよく考えて定めなさいということなんですねそれで3つ目がですね奉公 将軍に対していろいろ奉公した、まあ、家臣たちについては恩賞褒美を与えなさいとでもしその与えるべき土地がなければ信長の土地を割いて与えても構わないということですねそういうふうなことが書かれていますこれはですね要するに言と奉公の関係でして 大名というのは、まあ、家臣が一生懸命働いたらそれに対して、まあ、土地を給与するというふうな、まあ、それでもってです、ね、主従関係が成り立つということですね、まあ、ですからどうも義明とのはそれやってなかったんでしょうそれでその次ですけども天下の義についてはもう信長に任せたのだから上位つまり義明の意向を聞かずして信長自身が自分の判断で成敗をしますよということですね それで最後はですね、天下が正室になったので、朝廷のことについてもきちんと奉仕しなさいというふうな趣旨のことが書かれているわけです。えー、まあこれはあの、まあ、いろいろ理由があるわけなんですけども、吉秋という人は、何て言っていいんですかね、あの実は信長に連れられて京都に行ったもそも、その将軍として、例えば朝廷に奉仕するとか、 あるいは、機内の支配を円滑に進めるっていうふうなことを、まあ、きちんとやっていないわけなんですね。何かちょっとまた他にもいろんな大名に手紙を送って、ですね、あの自分の味方になってくれとかですね、大名間が揉めてた時になんに手紙を送ってこうあの仲介したりとか、まあ、いろいろやってるんですけども、まあ、そうしたものを、まあ、整するっていいますかね、あの注意して、えー、きちんと本来の仕事をやってくれっていうふうな。 あこととににななるのかいいう,ふうに思います、まあ、ですからまあこれは結局日常とか光秀というのはまあちょうど足利義明の取り次ぎなんかもやっていったような人ですからまあこの2人を通じてですねえ義明のもとに伝えたんだろうとこの袖にですね刻印が押されてるっていうのはこれはおそらく光秀が承知しましたっていう意味でですねまあ押したのかなというふうに言われております。 これが1回目、まあ、どうも2人の対立の、まあ、第一歩かなって思われてるんですが、次がですね、その2年後、元気3年9月ですね、えー、信長の失勢を、まあ、責めるということで書いてあるんですけども、これはあの17か条に渡っているわけなんですけども、えー、これはですね、もう非常な長文なんですね。えー、もうありやこれやとですね、もう 吉明ののといいいうものを問い正しているわけなんです、まあ、例えばですねこれ2つ目この,とこ,ろこのところですが、ね、諸国に御内証を送ってですね馬などを所望したっていうふうなあのことを書いているわけなんですね、まあ、ですからまあそういううなことをやっては困ると信長は添え状をつけてくれていったじゃないかっていうふうなことも書かれてますね。 それからほかにもですねいろいろ書かれてましてどれが一番分かりやすいのが例えばこの元気の年号が不吉であるということで改元しなさいっていうふうなことをいろいろと信長からアドバイスしたそうなんですけども結局やらなかったわけなんですねでこの元号を変更するっていうのはですね変えるっていうまあ今では当然やらないわけなんですけども例えば当時は不吉なこと 戦争ですとか、あるいはですねあの天変地異なんかが起こりますと、年号を変える、改元するというのがこれが普通だったわけなんですね。それで、あのこの改元するというのもですね、まあ、もちろん朝廷でやるわけなんですけども、費、ま、用、あ、面なんかも含めまして、幕府の協力が必要だと。えー、というのはあの、改元しましても一応、幕府の方を通してです、ね、諸国に。 伝えられるわけですから、まあ協力がないとできないわけですね。いろんな儀式の費用面なんかもあります。まあですから、そういうふうなこともやっぱりしないっていうのも、ちょっとこう、ひどいんじゃないかっていうふうなことが書かれてますね。まあ他にも、まあいろいろあるんですけども、まあ、とにかく、もうな、なんやかんやとですね。いろいろ書いてあるんですけど、この最終、最後のところですね。所持について、恩欲にふけられ、早漏儀っていうふうなことも。 書いてますけども、まあ、いろんなことでもう、もう、欲深いんだというふうなことが書かれてまして、ドミー百姓に至るまでも悪しき御所、まあ、要するにあの悪い将軍だということを言っていると、これはあの赤松光介に殺された足利義則のようなもんだというふうなことまで言っているわけですね。で、これでもって、両者が決裂してしまったというふうなことになるのかなと思います。 まあですから、両者はまあ決裂して、翌年、天正元年から戦いに入るわけなんですけども、義明がやっぱり信長に対して恨みを持つというのはまあ当然なんですけども、その理由というのは、やっぱりあの土地で申しましたとり、信長がですねいろいろ義明に対してああしなさい、こうしなさいと、特にやっぱり機内支配と、それから朝廷の奉仕っというのをしっかりやりなさい。 と言っていたのはやっぱりやらないと、もう自分のことしかもう考えてない、まあ、だからまあ最終的にはまあ決裂したわけですね。その後ですね、足利義昭は信長との戦いに敗れまして、それでもってですね、友ですね、貧乏の友、今の広島県福山市の方に逃れまして、まあ、そこで毛利氏の庇護を受けて、まあ、打倒信長を決意するんですが、えー、これは皆さんもご存知の通り、まり、あ、なかなかうまくいかない。 ととといいううふなななことになるのかなと思いますそれでその後ですね起こりましたのがあの本能寺の変でございまして、えー、実は本能寺の変の陰には光秀と義明があらかじめ本能寺の変の前からつるんでいて協力してやったんだと、まあ、あるいは義明が背後に操ったんだというふうな説なんですねでその根拠となるような資料とい,にいくつか残ってまして 一つはこのコレト無本記なんです1番2番と2番が読み下しなんですまコレトていうのは光秀なんですけどもこれと講義を報じて2万余記の人数を揃え備中に下らずして密かに無本をたくむと書かれてますでこの講義っていうのは問題なんですねでこの講義は誰を指すのかこれはあのいろんな本を読むとか信長って書いてます ですから光秀というのは信長の意を報じてですね、まあ、信長を報じて2万の軍勢を率いてさっき申しました通り秀吉の応援のために備中に行くつもりが行かなくてですね密かに無謀反を企んだんだと、まあ、ところがあの黒幕説を主張される方はこの抗議というのはこれ吉明だっていうんですね で義昭を奉じて二万余規の軍勢を揃えて備中に下らなくて密かに謀反を企らんだという、まあ、ところがあのこれやっぱりあの他の文脈なんかも含めて検討しますとやっぱりこれはですね義昭らを意味がおかしい通じないやっぱり信長じゃないといけないというふうなこれは多分皆さんの共通認識だと思いますそれからあのこれと謀反期というのは光秀が 殺害された直後ですから、直後といいますか、後ですから、天正10年の10月ですかね、4ヶ月ぐらい経ってから、秀吉の家臣であるあの大村祐子っていう人が作ったものです。やっぱりあの二次資料にはなります。まあ、内容はそんなに傍頭無けなことは書いてないんですけども、これとおも本気を根拠で出しましてですね、ちょっとこう、なんていうんですか、義明は黒幕だったというのは、私はちょっと言いにくいと思うんですね。やっぱりこの抗議は信長でないとおかしいわけです。 それであの次はの本法寺文書、足利義明の御内書なんですけども、これ冒頭のですねえ信長打ち果たす上は呪落の儀というふうに書いてあるんですけども、これはあの義明自身が信長を討ち果たした上は京都に入る、呪落するという意味で取っているんですね。それでもってえ照本高景に協力してくれということをですね伝えてほしいということで、野み氏。 これは小早川氏の高陰の家臣ですけども彼に送った書状なんです。要するにあの信長を打ち果たす上はっていうのは義昭が信長を打ち果たしたというふうに素直に捉えるんですけども、まあ、その陰に義昭が光秀に命じて打ち果たしたんだよというふうな意味も含まれているような解釈をされる方がいます。まあたただこれははでですすねね信長を打ち果たしたっていうのはです、ねまあ あのまあ、当然、義昭を打ち果たしたわけじゃないんですけども、えーまあたかもまあ味方を募るために、ですね、まあ、そういうふうなあまあ習字というか、レトリックみたいなものでございまして、えーまあ、このごくわずかな文言を取って、ですね義昭があらかじめ光秀と組んでいたとか、まあ、そういうふうな証拠にはならないと思います。 でもう一つ重要なのが、こちらの美濃加茂ミュージアム所蔵文書でございまして、これ、6月12日のもので、まあ、これ、本文、漢文なんですけども、ちょっとこれ、ややこしくなりますので、えー、ちょっと私の方で、あのー、現代学したのがあります。これを見ていますと、土橋っていうのはですね、和歌山県の方の土豪で、反信長勢力だったんです。 王政のようにこれまで互いに連絡はありませんでしたが土屋氏兵庫が義明のために奔走するとの申し出を光秀に示していたので光秀は嬉しく思っていると、まあ、そういうことなので光秀は光秀自身が義、まあ、明の上洛に協力することを即座に承諾したということですね義明が上洛するという意向を踏まえて 土橋氏も地層することが寛容である。奔走することは寛容だよということなんですね。で、将軍が京都に入るときは、改めて、土橋氏が地層することが寛容だと言って、詳しいことは将軍から応勢になるので、私からは詳しく申しませんということなんです。それで、これがちょっとあの藤田先生の解釈と私の解釈はちょっと違うところなんですけども、まあ、冒頭はまあそんなに変わらないんですけども、上位への 本走を命じられたことをお示しいただきありがたく存じますと、えー、しかしながらご自落の件につ,てましてはつきましては既にご承諾していますそのようにご理解されて将軍にご奔走されることが寛容ですということがちょっとあの書かれているんですがちょっとあの意味が取りづらいんですね土屋氏が将軍への 本をまあそれは、まあ、まあそういうふうに解釈していいと思うんですけどもあのごめんなさい藤田先生はそこをそう解釈されてるんですけども、えー、この将軍ご受楽の件につきましては既にご承諾していますというあるんですが、まあ、要するにもう自分はもう義明がすでに上洛するということは知っていたよと。 いう,ふうなことつまりこの書状を見ると本能寺の変以前に、まあ、すでに2人はですねもう義明の上洛も含めて、まあ、信長を打つことももう了解済みだったんだっていうふうな感じで捉えてるわけなんですねそれがその分ですけどもここですね「五十落のことすなわちお受け申し上げ候その意を得られごちそう寛容に候こと」 ということですね、まあ、この部分を義明が上洛するということについて、えー、それはもう自分もこの「大受け」というのは承諾したというふうにあの翻訳されてるわけですね。私の場合はこれはですねあの即座に承諾しましたと上洛に協力することを承諾したということを、まあ、略しているわけなんですね。 まあですから、この諸状というのは、やっぱり本能寺の変が終わった後に、いろいろ連絡を取り合った中で、義明は信長が死んだということを知って、いろんな人に協力を呼びかけて、おそらくその中に光秀もいたんですけども、そういうような打診があったので、光秀は、いや、それはもう私ももう承諾したよという意味だと思うんですね。まあ、要するにあの光秀という人はまあ実は実 えー、な何、まあ、と申しますかあの、いろんな人、例えば筒井氏とか細川氏に味方になってもらおうとしたんですが、なかなかなってくれないと、で困った挙げ句、まあ、なんとかならないかと、支援したと思うんですけども、そういうふうな、えーまあ、動きですね、を知った吉明あたりから、まあ、いろいろ、まあ、やり取りもあったかもしれないんですけども、まあ、その上洛については、まあ、自分もお協力しますよっていうふうなことであって、まあ、あくまでやっぱ本能寺の変以降の出来事じゃないと。 ちょっととおかかしいいいんじゃないかなと思いますね、まあ、考えてみますとあの確かにまあ協力して攻めるっていうふうなことは可能なんですけどもやっぱり義昭が黒幕だったっていうのがやっぱり成り立たない理由っていうのはいくつもあるんですけどもじゃあなんでですねその2人が光秀と義昭が協力していたらですねそのことを輝元に言わなかったのかということですね。 輝本は義明を支えてですね信長と戦っているわけですから、まあ、当然知る権利もありますし、えー、もし、まあ,のあらかじめですね光秀が、えー、信長を打つということをしてたらですね秀吉が中国を恩返しをした後に追いかけていてですねやっつければいい話なんですけどもそれしないと、まあ、それどころかですね毛利本あたりは、まあ、正しい情報その誰が謀反講しか分かっているんですけども光秀に協力したメンバーですとか 他にどんな人が無防を起こしたのかっていうふうな正しい情報を得ていないっていうことが分かっているわけですね。まあですから結局ですね、まあ、常識に考えたら光秀と義昭が事前に結託していたんであれば、まあ、すぐに秀吉内ですとかですね、光秀の協力体制を築けたはずなんですけども、まあそれができていないということは常識で考えたらやっぱりおかしいだろうと、まあそういうふうなことになるかと思います。 他にも実は、義明が黒幕だったとっいう資料がいくつかあるんですけれども、あの他の方も指摘されていますように、えーまあ、大変はもう資料の拡大解釈だったり、えー、あるいは、えーまあ、誤った解釈をしているというところがあの大きいと思います。まあ、ですから、まあ、こうした野明の黒幕説というのは、私はもう根本的に成り立たないんじゃないかなというふうに思っております。いいかかかかがででししょょううごご質問とかございますでしょうか 確かに義昭は信長をこう恨んでいたかもしれないけれども、はいはい、だから光秀が信長を倒したことについては歓迎したかもしれないけれども、多分歓迎したんだろうけれども、はいはい、それは本能寺の変語の話であって、もってそんな打ち合わせなんかやってたようなことは、文書では裏付けられないということなんですね政の通りですね。 本能寺の変の前に2人が結託していたことを示す資料というのはあ,のあ,あるとしていう人もいいおられるんですけどもね、やっぱりそれはあのさっき申しました通り、もう資料の誤った解釈とか、えーま、拡大解釈でもっとこう強引にですねなんか結びつけたようなものでして、えー、もう万人が認めるような資料というのはないですね、はい、これだというようなものは。はい、その当時吉とはあの共にお 共に行ってですね、あの盛んにあの毛利氏なんかに今、けしかけるわけなんですけども、あの毛利なんかもう、びびっちゃってです、ね、正しい情報も得られませんから、もう動かないんですね。ですから、結局、あの上落しなないわけなんです非常に短い期間で、手押しすらするのがものすごくと限られた時間だったのに。うん 吉野がそのそういう情報をどういうふうにしてたんですかね。資料をかわしたりするそういうものあったんでしょうか。あの、の情報の件ですね。大体、はい、ですね、あの6月2日3日ぐらいにまあ信長が死ぬんですけども、秀吉あたりはまあ翌日にはまあ知っていたっていうふうに言われております。それであの。 信長自身が死んだというふうな情報はですね、もうしばらくしてからですね、毛利氏なんかも知ることにはなるんですけども、えー、光秀が謀反を起こしたということと、信長が死んだということはわかるんですけども、あのそれ以外の情報がわからないんですね。まあ、ですから、光秀の謀反に結託した人っていうのは何人か名前出てるんですけども、あのそれ全部間違ってるんです。まあ、ですから なかなかですねその正しい情報を得られなくて、まあ、困っていたというのが実情じゃないかなと思います。まあ、ただ義明はですねそのことどうでもいいので自分が上洛さえできればいいもんですからあの盛んにですねこう消しかけて上洛しろ上洛しろっていうわけですね、はい。まとめをちょっとさせていただきますとですねやっぱり本能寺の変というのはですね やっぱりいろんな黒幕説ですとか、まあ、冒頭の怨婚説とか不安説とか、まあ、いろんな話があるんですけれどもやっぱりどれもどうしても光秀の謀反の動機を、まあ、語るだけのものにはちょっとなってないのかなというふうに思うわけなんですね。それで、えーまあ、ただ一つ言えることはですね私たちは結果を知ってますから、まあ、当時信長がいろいろ苦戦をしながらも もう初代民を相手に有利に戦っていたのは事実ですから、な、えーまあ、何と申しますか、まあ、信長にです、ねまあ、逆らなんてちょっとありえないっていいますかね、普通の見ついてとか思ってるかもしれませんけども、あのまあ、実は当時、例えば、えー、針まで申しますと別所ですとか、それから伊丹の荒木、それから丹波の旗野っていう風な人は、まあ、大阪本願寺とつるんで、ですね信長との戦いをずっとこう続けるわけなんですね。 まあですから、どうも当時の人の中にはですね、まあ、光秀以外も、まあ、もちろん信長と敵対していた人はいたんですけども、うまくやればちょっと勝てるかもしれないっていうふうに思っていた人がやっぱりいたと思うんです。まあ、ですから、それまでの謀反を翻した人は、あの自分の住んでる場所で謀反を翻したんですね。と、まあ、ところが光秀という人は、 信長の縮小ですね、本能寺を襲ってまあ成功したんですね。まあ、ですから、そういうふうなあの少ない軍勢で本能寺に止まっていたということを察知していたと思うんですけども、まあ、その点がですねやっぱり大きな違いなのかなと、まあ、ですから、光秀も信長に徴用されていたものの、やっぱりな何か不満なりはあったと思うんですが、まあ、そうしたものがまあたまたま本能寺の辺ではまあう,うまくいったと申しますが 今のところ、ちょっとそうとしか申し上げようがないのかなというふうに思ったりしております。あのせっかくですから、何か皆さんからのご質問がありましたら、ぜひ、はい、お願いします。水秀、単独犯なんですか。単独犯ですねで。単独犯ですとですね、うん、あの私はあの冒頭でこれ、筑曲新書出してますけども、この本ですね。 余談になりますけど、こういくつかですね出版社にお願いしたときにです、ね、結論は何ですかって言われたときに、あの単独版ですって言ったらあの、どこも断ってくるんですね。あのなんでかって言ったらおお、本として面白くないと、三井の単独版じゃ。で、もっと意外な黒幕はいないのかって言われたんですけども、やっぱりもう素直に読むと、ちょっともう黒幕っていうのはちょっと考えられないっていうことですね。はい。単独 だとしてその理由は何かということになるんですね、そうですねそこが一番肝心ですね、それこそ恨みがあったのか、不満があったのか、何なのかっていうことですね、はい、そこがちょっとなかなか分かりにくいとこですね。私も単独犯だと思うんですが、朝廷の,の裏側の説だと、例えば、ことがあって、 本能寺の地位があって、やっぱり、あの、虫では長期となんか接触するようなもんですわ。これだけのことをやりましたから、お住み付きくださいとか、そういうふうな動きはやっぱりなかったように、なんか、理解しているんですが、結局は、あの、ハンドファンのように、そういう印象を受けるんですけ私が住んでいるところは、あの、兵庫県の西の、あの、ご存知のように、あの、箱に近くで、 事件にはいろいろな説があって、円恨説とかいろいろな説があるようですけれども、浅野岳の神が、この,のを殺人のやっぱり個人的な事情が性,性格的なことが起因するんじゃないかなと、うん、いうふうなことをよく言う人がいて、それは一応、うなずけるんですが、同じようにこのういうか、全く比較の対象にな,ならんと思うんですが、 いろんなあの今回の本能寺の時点でもいろんな説があるけれども結局は当て薄になっているあの本能寺でやれば、まあ、いろいろ信長の決定みたいなものも、まあ、近くに使えておれば見えるようですからあ見えてきたと思いますので今がチャンスやいうふうに思ったんじゃないでしょうかですから個人的なの事情というか欲望というのが で歴これは歴史と関係ないと思うんですが、あの朝の拓海の,のことも、それも踏まえて、なんかこう、個人的なあの欲望の結果みたいな感じがするんですが、それは申し訳ないですよね、個人的な欲望ということですね。あまあ,あの昔から、まあ、確かに野望説というのがありましてね、まあそれも、おうん、まあなんて言いますか、光秀が天下を。 望んでいたっていうようなことはまあ昔から言われてるんですけども、あのちょっと今回は特にあの省略したわけなんですけども、あの光秀がですね、結局、本能寺の変をやり遂げた後の行動というのが、もう計画的ではないっていうのがもう明らかになってるんですね。えとりあえずあの、光秀が行ったところは朝廷なんです。で、朝廷に行って、ですね天皇のところに行って、お金寄付するんですね。で、朝廷とそれから第一者です。 でこれ、なんでかと申しますと、要するに信長が亡き後ですね、まあね自分がとりあえず京都なんかを支配しなくちゃいけないと、まあ、そういうふうな意味でのまあ挨拶ですねで。これは昔は、ですねあの途中で出てきました、朝廷黒幕説の流りにされたんですね。要するに、うまくいったということのお礼でですねお金を渡したというのは、これはもう全然違うと思います。もう一つは、ですねその後あのさっきもちょっと申しましたけども、あたふたしてまして、 筒井氏とか、それからまあ中川、高山右近、それから細川氏といったですね盟友、まあ、とおぼしき人にいろいろ協力してくれって言うんですが、これ、ことごとく断られるという悲惨なことになるわけなんですね。まあ、ですから、何か欲望があったのかって言われたら、ですねなんかあのちょっと非常に難しいところなんですね。何ら計画性がないと まあ、とりあえず天皇のところ行って、まあ、京都はなんとかしなくちゃいけないなというふうなことくらいしか考えてなかったんじゃないか、まあですから、まあ、おいがけずやってしまったけども、ちょっとあ,あとはどうしようかというふうな感じが、な,なんとなくこう本音だったのかなというふうな、まあ、とっさにやってしまったとっいうような感じかなと、なんか私は思ってるんですけどね、はい、とっさにやってしまって、うまくいくかもしれませんしねそうですね。 私もそれ実はね、うん、そういう計画性はほとんどなかったん。不満、うん、とかそういうのあったら、俺は。考えつけないような不満をね。ただ思い切ってやってしまったような、あんまり計画するやつだ。ういうのは、信長が出兵命令を絶対に動かせんねんか,から。たまたま信長が上洛してきて、手て出してきて、出兵命令ができたり、やってこないで、突然思ったんだから。うん、それと、あとの事後の処理の計画も全然なくなんね。 などうするぐらい計画するし、一切の手当ができてないから、もう今やったに、思うやろや思い込みであっちやことか、うん、味方するやろうとか、そういう鼻づまでやってしまって、そっちをでは終わってしまったと。そういうふうに私は思ったんですけどね。ああ、そうですね。あの、本当に車くんがいたらですね、あのななんて言っていいんでしょうか。えー、もううちょっとこう 用意周到にきちんとですね対応を整えてからや,っぱやるだろうと、で特にあのさっきも申しましたけど、足利義行は黒幕だったらですねもう間違いなくこれ毛利のが味方になるはずなんですね、もうすぐに軍勢を率いてですね、それがやっぱりこう最,後、ま、最後の最後まで味方にもなってくれなかったということを考えると、ですねや,やっぱり関係ないと、まあ、自分でどうも動機ははっきりしないんですけども、自分で勝手にや,やっちゃったっていうのがやっぱりこう。 本当のとところかなと思うんですね、まあ、あとはいろんな人に呼びかけたら、ですね、まあ、なんとか味方になってくれるんじゃないかという、まあ、甘い考えがあったように思います四国政策説がどうなんですか、調査別の連絡役をやってたのに、あれは方針変えたから怒ったんやという、なんかこれ、ね、<ー>インターネットなんかでは人気がある説らしいですけど、ね、あその説はちょっっと今回取り上げなかったんですけどね。 まあ、いわゆるあの先生がお伺になった通りで、光秀という人は、えー、長相壁、越、えー、家との信長との間の,その取り次ぎをやってたと、まあ、ところがあの、信長が急に四国政策を改めまして、えー、長相壁氏が土佐は一国の支配しか認めないというふうに言い出したものですから、まあ、関係が、まあ、悪化してしまったと。で、間に立った光秀はもう非常に困ってしまいまして、まあ、その上げく信長から更迭されると。 で降迭された光秀というのは、まあ、その後自分はどうなるんだろうかという,う不安になったとで。なおかつライバルの秀吉というのはですねあのどん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 躍進していくと、まあ、そういうふうな焦りというふうなものが信長を殺害しようという動機に至ったというふうに考えていいと思うんですけどもあのこれ比較的ですね、えー、長相壁と信長の関係がですね刻々と変わっていく様子がいろんな資料が発見されまして、まあ、明らかになってきたんですね。 あの私は個人的にはですねそういうふうな意味で、えー、最後はもう長坂壁があの詫びを入れてですねもう信長の配下に収まろうとしたけれどももうちょっと時遅しっていうふうなあことまでがこう非常によく分かる資料群だとは思うんですけどもやっぱりそれはです、ね、あの光秀の立場にどう関わってきたのかっていうのは、まあ他にもいろいろ血縁関係とかねそういうふうなものから読み解く人がおられますが。 やっぱり私はちょっとまだ分かんないんだろうなぁとは思いますね。まあ、むしろあの場合はですね、あれ三好市に途中で変わったんですけれども、えーまあ、あれは鋼鉄ではなくてですね、えー、三好っていうのはもともと阿波にいた人ですから、安、まあ、あのその辺の土地勘ですとか人脈なんかを考えますと、光秀よりもそっちの方がいろいろ向いてたんじゃないかと、四国方面はですね。 ですから、鋼鉄ではなくて、まあ、単なるまあ、まあまあ、選手交代みたいなもんだろうというふうに私は捉えてるんですけどね、はい、でそもそもですね、その光秀を皇鉄するっていうふうなことになると、あの信長としては結構きついですからね、まあ、最後はもう殺しちゃおうとか、なんかそういうふうな話になっていくんですよね、あの佐久間氏なんかもそうですけれども、まあ、ところがやっぱりその後もですね、やっぱり登用し続けまして、 繰り返しになりますけど、やっぱり秀吉の応援に行ってこいとかですね、そういう,ようなことを言うっていうのは、相当信頼してるんじゃないかなとは思いますけどね。石見の話はね、あれはあのー、あんまり質のいい資料に書いてないことで,でもう全然ちょっと違うとは思いますね。まあ、要するに、あのー、今、石見っていうのは当時毛利が支配してましたから、まあ、そこへ行けって言われても、自分の実力で切り取るしかしょうがないんですね。 まあですからまあそういうふうな意味でまあまあ不可能だろうとまあ無理なことを押し付けられたからまあ困ったっていうんですけども多分これはちょっと違うと思いますね多分というか違いますねはいあのー、今 n h k の大学ドラマで鎌倉ながやりましたねはい実昨年は麒麟学部でちょうど今の三井のことでやったと思うんですけどもはいその辺のねドラマの見方としてね先生のアプローとしては、はい 歴史的にどういう程度まで見ていいのか、ドラマとしてどの辺まで見たらいいのか、の割合だったなもんですかそうですね、やっぱこれあの、テレビドラマはまず、大河ドラマもそうですけども、もう大体、まあ、娯楽作品ですから、まあ、一応、時代交証の人がついているとはいえ、ですね学術論文の内容をそのまま反映させたような内容って、面白おもしろくないんですよね、多分、うん、やっぱりこう、劇的なシーンが出てきたりとかですね、なんかそういうふうなものがないとやっぱりダメですから。 大河ドラマっていうのは、どうしてもあ,あの程度のもんだろうと。まあ、しょうがないですね。注意すべきは、あの bs なんかでやってる、NHK でやってる、あの歴史番組なんかが、やっぱりちょっと注意すべきだと思いますね。まあ、大学の先生なんか出てくるもんですから、皆さん信用されるかもしれませんけども、まあ、ものによって、私なんかはわかるものなんかでしたら、ああ、やっぱりこれはちょっと全然違うんじゃないかっていうふうなことも。まあ、あたかも本当かのように、テレビで紹介されていることがありますね。 まあですからちょっとああいうのはちょっと注意すべきだろうなぁとは思います。ありがとうございましたあ。ありがとうございました。長、はい間ちょうど二時間きっちりやってたす。<laughs> <laughs> すいませんどうもありがとうございました。<laughs>